カズレーザーの50点塾提案数、またコメント返しさせていただきます。はい、いっぱい来てますね。はい、それでは読ませていただきます。やる気が出ないから勉強したくないとか言ってる場合じゃないくらい受験が迫ってきて怖いです。やる気が出ないときはどうしたらいいですか。はー、でもやる気が出ないんですか。やる気と勉強を分けて考えるのがいいんだとは思うんですが、どうでしょう、分けられないですかね。いやー、でもやる気が出ない、やりたくないのはもうしょうがないですよね。やりたくないもいっぱいありますけど、勉強しなきゃいけないこととやる気があるないがちょっと混同してるんじゃないですかね。やる気なくてもやった方がいいと思います。もちろんモチベーションが高まってる状態で勉強した方が効果は出るんですけど、モチベーションが低い状態でもやらないよりやった方が効果は出るので、やらざるを得ないっていう風に考え方をシフトするのがいいんじゃないですかね。とりあえずこの動画とかこのコメントを書くのをやめた方がいいですね。もう基本的にだからスマホとか捨ててもいいと思いますね。今あの大事に思ってるものって10年後マジでいらないものが9割ぐらいなんで、はい、とりあえずスマホ解約しちゃってもいいと思いますけどね。その方が勉強できますよ、どうやったって。若いうちにこれはやっておくべきというと思うことがあれば教えてください。うわ、全然わかんねえな。若いうちにこれやっておくべき、男性か女性かわからないんですけども、お腹いっぱい揚げ物とか食べといた方がいいと思いますね。これを書き込んでる方が何歳かわかんないですけど、まあ10代20代の方が多いと思うんですが、10年後本当に揚げ物って食べられなくなるので、体がマジで受け付けなくなるんですよ本当に。俺もある程度収入に余裕ができるようになったら腹いっぱいとんかつ食おうと思ってたんですけど、収入に余裕が出てきた頃にはとんかつを全然美味しいと思わなくなっちゃったんですよ。こんな不幸はないので、若いうちにやっとくべきってことは若いうちしかできないことなんですよ。それは意外と勉強じゃなかったりするので、勉強は何歳でもできるしね、多分90ぐらいまでみんな生きるので、そんなに焦んなくてもいいと思いますね。全部が嫌になっちゃう時の対処を教えてください。生きていくの辛い。うわ、大変ですね。嫌なこと全部やめるのがいいと思いますね。辛い条件を上げてってそこから逃げるのがいいと思いますけど、逃げるのには逃げるので努力が必要なので、そこは頑張ってほしいですね。今の現状ただしんどいから嫌だっていうのは簡単なんですけど、嫌なことから逃げるっていうのもね、逃走するのにも体力は必要なので、その体力を今つけておくのがいいと思いますね。高校生向けの一問一答お願いしたいです。どっちがいいのか、両方一応やってるんですけど、難しいのばっかにしちゃうとね、ちょっとやっぱ本当に新聞幹部になるとも言われるし、あと俺もさすがに理系科目とかの高校だとセンターレベルとかでもあんま覚えてないのもあるので、勉強し直さなきゃいけないですね。でもできる限りいろんな一問一答を作りたいですね。志望校の合格基準点に届いたり届かなかったりを繰り返しているのですが、諦めた方がいいですか。諦める必要ないんじゃないですか。諦めるってことは受験をやめるってことですもんね。受験はした方がいいと思います。たまたま受かることは全然あり得るので、もちろんね、その1校しか受けないってわけじゃないですもんね。他も多分受けると思うので、いや、たまたま受かる可能性の方が高いので全然受けた方がいいですね。ただ落ちてもそんなへこまなくてもいいと思います。偏差値が1とか2とか3、4、5違うぐらいの差なんて大した差じゃないので、分かんないです。この人が東大受けるなら全然違います。東大は絶対行った方がいいんですけど、そうじゃないならどこ行ってもそんな変わんないと思うんで、気にしなくていいんじゃないかな。別のとこでも同じようなことは学べますし、最近どうしても欲しい服、欲しいカバンがあるのですが、ネット通販なのでなんか怖くて買えません。いいですね、いい悩みですね。わかります。俺も服はやっぱね、サイズが全然合わないことが多いのでやっぱ買えないですね。いや、服はね、実際にやっぱ着たくなるよね。でもどうだろう、一時はファストファッションが主流になったからネット通販でもよかったけど、なんかもうそういうんじゃなくなるでしょ。ある程度いい服をみんな着るっていうのが主流になるなんていう記事最近読みましたけど、まあ、僕洋服とかファッションほとんど興味ないんでちょっとわかんないですけど、あんまネットで買わなくてもいいじゃないですか。俺もネットでは買わないですね。せっかくいい服買うならやっぱちゃんと判断したいし、まあ今はね、なかなか買い物行けない状況があったりすると思うんですけど、やっぱりこだわって買った方がいいと思います、ね。留年についての価値観が聞きたいです。将来をどれぐらい考えてるかなんですけど、いい会社入って定年まで
まあまあもちろん会社は変わったり転職はしたりすると思うんですけど、社会人のイメージが会社勤めの人、会社人だとしたら留年はあんましない方がいいと思います。日本の昔からの社会制度とか会社の仕組みですよ、その年功序列制度で考えると年収っていうのは基本的には上に上がっていくようなグラフを書くじゃないですか。で、一番高くなった時に退職するんですよ。ここが留年することで1年入社が遅れるとちょっと前で退職するんですよね。一番高い地点がどんどん前に来ちゃうんで、早めに会社に入った方がいいです。これはもう昔からの日本の会社の価値観ですけどね。ただ今おいくつなんだろうな、ちゃんと転職とかいっぱいできる社会になるかもしれないし、そういう働き方目指した方がいいと思うんで、そんなに留年気にしなくてもいいと思いますね。ここのは我々が就職するときにみんな考えてた意見なんで、もうだいぶ古い考え方だと思います。留年気にしなくていいんじゃないですかね。無駄な留年はしない方がいいですよ、お金かかるから。遊んでて留年するやつはもう大学辞めた方がいいですからね。そういうんじゃないなら留年は別にしても気にしなくていいと思います。ただその試験に落ちちゃったとかそういう留年はやっぱ勉強が足りてないんで、それは避けた方がいいと思いますね。無人島に持っていける本を一冊だけ選ぶとしたら何を選びますか。絶対本なんか持っていかないですよね。一個しか持っていけないのに。あ、なんか行きたい学部があるけど親御さんからはなんか名前が知れてるところに行ってほしいと。いや、なるほど。うわー、でもそれは無視していいんじゃないですかね。ただお金出してもらうならしょうがないと思いますけど、行きたい学部があるなら1年ぐらいバイトしてお金貯めるのがいいと思いますけど、自分で1年バイトするの結構おすすめですけどね。それでもやる気が途切れないんだったらやっぱ親も説得しやすいと思うし、そこまで反対しないと思うんですけど、1年なんか必要な資金稼ぐのでハートが折れるようだったら、多分冷める熱だったらやっぱ行かなくてよかったなって判断もできると思うので。うわー、これすごいな。受験関連の仕事をしています。小中高どの学年の生徒にも勉強しなくてはならないことへの理解ができないままモチベーションを低く通っている子どもたちが大勢います。受かるためなどという目下の目標を掲げたところで刺さるわけもなく、何かいい刺激の仕方などはありますでしょうか。うわー、すげえ卑怯な方法なんですけど、勉強せずに失敗した人と勉強して成功した人をずっと推してるのがやっぱいいですよね。勉強しねえとダメなんだっていう洗脳に近いやり方なんですけど、でも世間は勉強しなくても成功した人の話はして OK だけど、勉強せずに失敗した人の話ってなんかタブー視されてますよね。どっちが多いかって言ったら、まあ、努力なので、努力せずに成功するのと努力しないで成功するのと、努力した方が成功確率は上がるっていうのは理解しやすいはずなんで、その話した方がいいんじゃないかな。どうしてもね、やっぱこれはまあメディアとかの我々のやってることの責任でもあるんですけど、バカでも有名になってお金稼げるみたいなことをなんかね情報として伝えがちなんですけど、やっぱそんなことないと思うので、勉強した方がいいですよね。勉強しないとダメだっていうのは伝えた方がね。どうなんだろう、でも受験関係のお仕事されてるんですもんね。多分塾にとかそういう学習塾関係のところに通われてる子に対してモチベーション上げたいってことだと思うので、勉強しないとマジやべえぞっていうのをちょっと怖がらせてもいいんじゃないかな。勉強ぐらいの努力もできないとやっぱ何事も失敗しそうですもんね。これはでも大変なお仕事されてると思いますけど、ぜひ少しでもなんかのね、こんなざれ事が何かのプラスになったらありがたいですね。いや、本当頑張っていただきたいと思います。はい、一人でも多く合格者を出してあげてください。将来の夢を作文で書けと学校で言われたのですが、今やりたいことがありません。でもクラスのみんなは警察官や医師、美容師など将来の夢を持っています。将来の夢を持っている私は普通ではないでしょうか。いや、すげえ普通だと思いますね。あの学校の作文、まあ、夢を書けとか言われるんですけど、夢を書いたところで学校の先生がね、夢を叶えたとは限らないので、そんな人にね判断なんかできるわけないじゃないですか。だから意味ないんですよ、こういうことって。それだけど意味のないことでもなんか上に揺られてやんなきゃいけないっていう不条理を一回学ぶって思って、嘘でもいいのでなんか書いた方がいいと思いますね。将来に夢があるかないかを判断することは学校の先生はできないので、大丈夫、そんなの夢っぽいことが書いてあればいいんですよ。ただ警察官になりたい、医者になりたい、美容師になりたいっていうことを書いただけじゃないですか。この他のクラスメートは本当になれるかどうかなんて分かんないわけじゃないですか。
意思がある、なんかお題出されてそれに対する回答ができるかっていう能力ぐらいしか判断できないです、作文では。だから将来に夢はなくても別にそれはしょうがないです、まあ、見つけりゃいいんです。僕だってまだ将来に夢ないんだからいいんです、なくても。でも仮にじゃあ、学校の先生になるにはどうしたらいいかなっていうのを論理立てて書く練習だと思ってください。多分俺も悩みましたもん、やっぱ将来の夢書けって言われて別にないし、なんでそれ学校の先生言わなきゃいけないんだって思いますし、でもいいんですそれは本当に。だから今だったら今 YouTube にコメントしてんだったらやっぱ YouTuber になりたいとかでもいいと思いますよ、なんでもいいんですよ夢なんて。それについて説明する能力があるかだけなんで、ね、今あんまないけどタウンページが開いてパッて開いたページに載ってる職業をもう夢にしてそれについて書ければいいんですよ。それだけ本当に。その良し悪しなんてもう判断できないんだから、普通かどうかなんて考えなくていいです。みんな異常だし、みんな普通、みんな天才で、みんな凡人なんだから、基本的に凡人なんでね、いいんですよ気にしなくて。